小玉加害小玉加害7月7日から1943年9月20日は日本の詩人。はじめ社会主義詩を後に愛国詩を良くし熱血詩人の異名を取った。明治大学校科の作詞者でもある。本名は伝八。詩人の小玉聖人はイボ帝京都の室町通りへ立ち寄り下がる西いる牧鳥屋町で。 旧長州藩士の児玉政細の長男として生まれた。児玉家は代々萩城下町に住んでいたが、維新後に大津郡三隅村、ついで京都に移り、室町通りで官方医を開業していた。1886年、高倉初音小学校を卒業。同志社予備校に入学し、ついで同志社普通学校に進む。1890年、新島城の死に際して、 棺ぎを担いで、延べの送りをした。その直後に同志社を中退し、やはり新島が校長を務めていた、東下学校に入学。同校が廃校になった後、札幌農学校予科に入学するも本科に進まず、中退。1894年には、東京専門学校文学部に入学。スボーチ商用の影響を受け、バイロンやシェリー、 バーンズの死に親しんだが、3年後に、やはり中退し、京都に帰る。京都に帰った小玉は、内村勘蔵に影響を受け、内村の東京独立雑誌や片山線の労働世界などといった雑誌に次々と試作を発表。1899年には、山本露洋、山田彼柳との協調で、諸女集、風月万象を出版する。また、この頃から、 加害という家語を使用するようになった。ちなみに、一生を出生英達という花の外にいるという思いから付けられている。その後、新聞記者などを務めながら社会主義的史を次々と発表し、評論家からは高い評価を受けていたが、1903年第2子集となる社会主義集が正本段階で発売禁止処分を受ける。 社会主義詩集というタイトルであるとはいえ、収録されている詩はそれまでに雑誌で語法的に発表していたものであり、特別過激な内容であったわけではない。このため、なぜ発売禁止処分を受けたのかは不明である。さらに、1907年には第四詩集、天風マボが、またも発売禁止処分を受けてしまう。以後、小玉は社会主義的作品をほとんど書かなくなり、 冒険世界、武教世界などの雑誌に英雄誌や郵送誌を多く執筆するようになる。しかし生活は苦しく、酒の飲みすぎから体調を崩したこともあって、救護法の適用を受けたことさえあった。なお、この頃の代表作には、白雲なびくするがらの歌詞で知られる明治大学校歌がある。裁判年、加害が板橋の東京養育院に入所していると聞いた。 武田武氏ら多くの命題の関係者、学生が学内で寄付金を募り、疑問の品々を持参して見舞いに訪れた。車椅子で迎えた加害に、学生たちはマンドリンオーケストラの旋律に合わせて、明治大学校歌を合唱して慰め、加害は感激のあまり涙を流したという。1943年9月20日、急性腸炎のため死去。69歳。 晩年は日元州が心の支えだったという。墓所は静岡県伊豆市の上皇院。1960年、祖父のゆかりの地である山口県長門市の大明に西碑が混流された。発売禁止処分を受けた社会主義衆であったが、ごくわずかに製本されたものが存在していた。1935年頃、大阪の活字丼屋車主で古書コレクターでもあった。 青山徳太郎の手元に渡ったことが確認されたものの、青山の蔵書は後に警察に押収されてしまい、戦後青山が返還を求めた時には行方不明になっていた。このことから、飛行本番付が作られた場合には、第一に名前が上がる飛行本として古書コレクターの間で知られていたが、時を経るに従って、もう現存していないと考えられるようになったため、 近年ではその名前が取り沙汰されることはない。なお、社会主義詩集は1949年に日本評論者から岡野武雄の解題、中野重春の序文をつけて刊行され、またそこに収められていた詩の中のいくつかは日本プロレタリア文学体系の除磨で読むことができる。ありがとうございます。